みおちゃんはすごくおしゃれな顔立ちだなっていうイメージでなんですけど、話してみると意外とこうなんだろう、ちょっとこうおどおどしてる一面もあったりとか、なんかすごいギャップがある子だなって、面白いなっていうのは思ってて、でもだからこそ多分こう自分にが一番こう輝くものっていうのがまだ多分掴めてないっていうのが多分こうなんだろうな、まあ、容姿だったりとか部屋とかメイクにも多分出てて多分挑戦できないのかなっていうのもあるので、個人的にはすごく多分なんだろう、今後がすごく楽しみな方なので、なんかめちゃめちゃ可愛くできる自信があるので、ちょっと今後は頑張ります、あ、頑張りますというか、なんだろう、みおさんらしさに気づいてもらえるようなスタイルが出来上がればってかできます。